パリ五輪、陸上男子100メートル、予選、3日、フランス競技場、東田大広、28、イコール関昌商事イコールは一組に登場したが、いきなり波乱があった。写真、フライング会場にゴネルアズー気にせず集中する東田応用スタートのやり直しとなり、自己ベスト9秒97を持つアズー、イギリス、ラスタートリアクション0秒073でフライング失格に。しかし、 なかなかトラックを去らず、猛抗議で、場内はどよめきに包まれた。最後は説得に応じる形で、会場を後に。仕切り直しのスタートで、東田は上々のレースを見せたが、後半突き放されて、10秒19で5着に終わり、予選落ちとなった。実質的な、最終選考会、だった日本選手権決勝では、1位と2位、2位と3位の差が0005と、 大接戦の中2位に入って、参加資格獲得圏内を維持し、初の五輪代表入りを果たした。東田は、2位か3位かわからなかったが、アナウンスの瞬間嬉しかったとギリギリで掴んだ大舞台へ思いを馳せていた。東田王用東田明宏、1995年12月13日生まれ。奈良県出身、一条高から筑波大に進学し、現在は関昌商,商事に所属。 100m ベストスコアは10秒10。